4月9日、地方競馬の AI レース予想です。穴馬やその他の情報は本チャンネルの概要欄を参照してください。それではスタート。水沢は1レース。予想上位はデイタム。目標タイムは1分 31.3 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。水沢は2レース。予想上位はロジフェーブル。目標タイムは1分 31.4 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。水沢は3レース。予想上位はきっかけ。目標タイムは1分 31.8 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。水沢は4レース。予想上位はロングネーション。目標タイムは1分 30.2 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。水沢は5レース。予想上位はアイディオム。目標タイムは0分51.6 秒です。荒れにくいレースになりそうです。水沢は6レース。予想上位はペイントブルー。目標タイムは0分51.7 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。水沢は7レース。予想上位はプリズムスペクトル。目標タイムは1分 31.4 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。水沢は8レース。予想上位はマルケイフォルテ。目標タイムは1分 31.3 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。水沢は9レース。予想上位はビヨンド・ザ・ドリーム。目標タイムは1分 43.3 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。水沢は10レース。予想上位はアルティジャナーレ。目標タイムは1分 31.2 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。水沢は11レース。予想上位はネイチャー・ミヤビ。目標タイムは1分 30.1 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。水沢は12レース。予想上位はピラブロス。目標タイムは1分 29.5 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。大1レース。予想上位はベラジオ国王。目標タイムは1分 3.0 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。大2レース。予想上位はシューニカ。目標タイムは1分 16.5 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。大井3レース。予想上位はゴールデンナイト。目標タイムは1分 44.8 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。大井4レース。予想上位はシャープムスタング。目標タイムは1分 28.9 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。大井5レース。予想上位はゼラス F を打つ。目標タイムは1分 15.4 秒です。荒れる傾向が強いです。大井6レース。予想上位はシフノス。目標タイムは1分 43.6 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。大井7レース。予想上位はエスプリ・リチャード。目標タイムは1分 28.4 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。大井8レース。予想上位はサイ・アンド・コー。目標タイムは1分 14.4 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。大井9レース。予想上位はシスター・アクト。目標タイムは1分 44.5 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。大井10レース。予想上位はラストサムライ。目標タイムは1分 14.3 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。大井11レース。予想上位はラン両王。目標タイムは1分 55.7 秒です。超荒れそうな予感がします。大井12レース。予想上位はゴールドジャッジ。目標タイムは1分 14.3 秒です。
レースが荒れるかは半々といったところです。金沢1レース、予想上位は湘南ラッシュ、目標タイムは1分 32.5 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。金沢2レース、予想上位はマーニ、目標タイムは1分 32.9 秒です。硬いレースになりそうです。金沢3レース、予想上位はグランディング、目標タイムは1分 33.0 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。金沢4レース、予想上位はジェミンスター、目標タイムは1分 5.3 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。金沢5レース、予想上位はビーチポジティブ、目標タイムは1分 38.2 秒です。荒れにくいレースになりそうです。金沢6レース、予想上位はデルマスソバライ、目標タイムは1分 38.8 秒です。荒れにくいレースになりそうです。金沢7レース、予想上位はユーバーウィンデン、目標タイムは1分 37.6 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。金沢8レース、予想上位はエサム参加、目標タイムは1分 30.2 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。金沢9レース、予想上位は青いダリア、目標タイムは1分 37.6 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。金沢10レース、予想上位はラマジ、目標タイムは0分 53.6 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。金沢11レース、予想上位は白山アマゾネス、目標タイムは1分 37.3 秒です。荒れる要素はほぼなさそうです。名古屋1レース、予想上位は希望の輪立ち、目標タイムは0分 58.9 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。名古屋2レース、予想上位はアルマセラフ、目標タイムは0分 55.5 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。名古屋3レース、予想上位はピリカルキナ、目標タイムは0分 55.8 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。名古屋4レース、予想上位はエイシンゼータ、目標タイムは0分 55.9 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。名古屋5レース、予想上位はポロネーズ、目標タイムは0分 55.6 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。名古屋6レース、予想上位はラジカルバローズ、目標タイムは0分 55.9 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。名古屋7レース、予想上位はテイエムのジニク、目標タイムは0分56.2 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。名古屋8レース、予想上位はベアサクシード、目標タイムは1分 20.6 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。名古屋9レース、予想上位はモーニングビッチ、目標タイムは1分 20.6 秒です。荒れる傾向が強いです。名古屋10レース、予想上位はアナザートルース、目標タイムは1分 27.9 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。名古屋11レース、予想上位はセブンカラーズ、目標タイムは1分 18.9 秒です。荒れにくいレースになりそうです。名古屋12レース、予想上位は胡蝶、目標タイムは0分 54.5 秒です。荒れる傾向が強いです。園田1レース、予想上位はスプランディット、目標タイムは1分 34.2 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田2レース、予想上位はスマートアリオン、目標タイムは1分 33.4 秒です。
高確率で荒れるレースになりそうです。園田3レース、予想上位はギャラン、目標タイムは1分 32.4 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田4レース、予想上位はタマモメガジョッキー、目標タイムは1分 22.3 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田5レース、予想上位はテクノエクスプレス、目標タイムは0分 50.0 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田6レース、予想上位はオメガモーニング、目標タイムは1分 32.6 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田7レース、予想上位はスッカ、目標タイムは0分 50.5 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田8レース、予想上位はラント、目標タイムは1分 32.2 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。園田9レース、予想上位は名勝海原、目標タイムは1分 32.2 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。園田10レース、予想上位は福のユリディズ、目標タイムは1分 30.8 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田11レース、予想上位はシネルクイーン、目標タイムは1分 30.5 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。園田12レース、予想上位はハッピーイエロー、目標タイムは1分 31.7 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。ここからは出走馬の中で馬娘に実装された馬たちの子孫やゆかりのある子を紹介していきます。予想とは一切関係ありません。ラスターカノン、マナーザマジック、ロジフェーブル、富士山入札、トミケンアラガール、ヤマニンスプレモ、名勝ユフィン、ミキのイチゴ、グルのユージョーヌ、イディオム、ドラマ、ビッグトメンマ、煉獄桜、ティーズハンター、エナジーフルテ、レクレールドパリ、シャングレー、ネオネオモッツ、エスカペード、ネイチャーミヤギ、レディグラウン、熱海フラッシュ、デラジオ国王、チューニカ、クイーンオブオーソ、マイキーマックイン、トランセンデンタル、キスオブファイア、スタッカートマーチ、パワフルボイス、チハヤグルラーン、チフノス、マイネルボンバー、エコロタイタン、ノーブルコースト、センジュ、レイズユアリミット、グローフォス、テオークレール、レイデンマリーナ、ヒーローコール、ウォールドジャッジ、ベネライア、トゥインクルーガー、ヒネカミノテング、スワーブジョーダン、エーストビーズ、ピンクヒップガール、ブレッシングクライ、ガンブーツダンス、ブルーコンパクタ、ビクトリーキャッチ、アービター、スエヒロドラ、秋の色草、テーオンエンゲルス、キタノシェイク、クラウンモチーフ、サンデーブライアン、ロドレッタ、クルシナ、カルテメトレス、クーペ、ニシキビブラビブレ、ノース、オーブラゴー、ドリームエンドレス、ジャミールフエルテ、トランセンデンス、アンタンスルフレ、セブンカラーズ、セイエクシード、インテリシャブル、ロードランベルセ、ナリノビエンヌ、ウィンフェーデ、マルトクローレル、スプランディット、芸術学部、ワンダースパイン、スナークステージ、クリオネ、ジュンヨー、フーライラ、アンジェラ、スマートシエル、イエローギャブ、ネバタップアウト、ガレットジョーカー、ロイヤルデバイサー、ソニャンド、サイウン、ブラックアウト、ロイヤルホジャリ、
ライブリテックス名称宝泉吉野たる前クルゼイド校長スマッシュキング当選ローラ白神レガロ山人ドールアイペイシャムスギロンギングソード大戦サラーイエッタロアマージー当選人ライムマイグレーションダグッドフォーエバースターサグノイグキセラシトラールセブンオーサグノラッキーイアンカフラワージャンヌカエセイエルフィンイコーステアージューンシャトルメイプルリーフラグツートンショコラノンロムクラウンシューターゴールデンヨシノ新前圧タピエナファイアタッペジャラオールマイフレンズスカーレットリボンイーゼルデルマスソバライギルデッドフレームロマンチックボーイレイチェルサクセスソングセイグッドバイガムラン希望の輪立ちカパリルアハギノセフィーラピリカルキナツカサトレインレクトライズ名称伊勢三葉マイムキムケンハッピージェネレートラジカルバローズエーメルキージュピターレッドブロンクスレッツラーユーアンドリーム成田ダイアリーフーレイ岸原館タスマンハイウェイオフショアガールガロー MO ドリームポッドヘイローデラジオマサキハンバーグハマートレーネトリスデイジーシュネルクイーンランボシヤマニンエステルエアリエルピオニエーレホットチョコグラシアーノネモフィラレッドアダンモストロネーロスタローンメイクアラッシュルシエンテマリノフォルテシモテルミーフェアリーティンクモンテナルスザサンアップライトパンプキンズハローマイフレンドコスモリボルブモールマイネルチェストクフォーヨークリスタルパームアイル名称勝ち沼冬の空フェスティグメノコ雪の松島ハドソンホークコンバットユラナスオルグージョゴーゴーダンサーイーアローウィーンプリンツバイオレットモーブホーリーバジルマイラシャーンサッチモクレーンロケットツルマルベルマナホクキシュマニエセントサレディピラグロスデルルートジェネラルエメゴールデンナイトユイーサシントウタケシポルトディタリーピクロイテッコさんレベルクリア君の一白アウトビアンキグレストバローズサイアンドコー獅子のハートチトラスダルラーヌ王マンダリンヒーローバージンエスパービッチブルース、テラフォーマー、ブランディング、マイデリテ、アルジェントステラ、ヒロの誉れ星、ルリフラワー、カズの残熱、オーイダリア、ファームフレッシュ、イズジョーアーサー、レインボーヒル、グーディッシュ、キャロリン、アルマセラフ、スターグローリー、虹の天使、イーストベンティ、ローズジャスティス、シンギングワールド、ファンシーカラー、キタノフェスタ、アップモンスター、ワンダフルスパート、フークデルレ、テイエムの地獄、噂の類、ビッグベッタ、オンワードセルフ、エッシャー、マンガン、ブリーザフレスカ、アナザートゥルース、スウェアー、
ミストラルウィンド、ザ・ウィッチ、ココリ・バルキー、エイジン・ V ・サイン、スマート・アリオン、ラブ・カレン、アスタウン・デッド、ギャラン、名称アレス、夢行為、タマモメガジョッキ、友のボーイ、プロティオスに乗る、シリアスヒッター、ラビアンブーケ、オメガモーニング、デザインコード、ファイアボルト、時のケリー、ナイタサフラン、ジェンダーニュー、モーショー、ネネー、イッツマイビジネス、クイーンカード、クラセイバー、花の歌、シュマンドロワ、爆発アフロ、ウィーシャルマン、グレートアクター、ウィーシュプリーム、ラルナ・プレナ、ブール・アネージュ、チーフ・イン・ザ・スカイ、ヤマショー・シャイン、ディオンド・ザ・ドリーム、大使・ロングレード、湘南・ラッシュ、サン・サン・サンキュー、デルマ・モモリー、トミ・ユリス、ユイのペニー・ワイズ、ハクサン・アルタイル、ピュア・ヒカリ、フミ・タツ・ブラゴー、コタロウ、バクシーシ、ミヤニザオメロディーダンサー、ネイバーアイランド、ピアフ、ハジャトリアン、モーニングビーチ、アルティメットサガ、エコロゴールド、ツッカ、ゴールドクルーズ、カマラードマリー、ティエスフェアリ、マルケイフォルテ、ベストコレクトパリ、ピローテス、ジョシュア、ビッグヒップルーフ、アエリア、シャープムスタング、クリスプオブオーオ、ソルテア、サグのチャンス、アイビーンズ、ガルガナイズ、ムーンロゼ、ピーチポジティブ、サフランルーラー、ユーガーウィンデン、ドミナンス、ラマジ、ブーゲンビリア、ケイティ・ユラノス、アップルキャンディ、マッタレーナ、クリスマスイブ、ジェンダンヤマト、ハクサンブレーブ、タイクーンバゴ、テイオーマルクス、ラスティングボンド、ラッキープルーフ、オメガプランター、ゼファーバローズ、ロッカバラード、モンシャトール、マーゴットバモス、クラファイン、サブの福娘、イクのオリンピア、バイオレットローズ、ブレストサンダー、イケアパンテイユ、スイートイレブン、ひまわり王女、テイラス、ラブユーサクラ、ダノンクック。水沢第一レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。まずは7番デイタムが先頭に立ちます。2番手は4番モンテナルス、8番マナーザマジックか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番デイタム、その後には8番マナーザマジックと4番モンテナルスが続きます。7番デイタムそのまま逃げ切れるか、独走か。7番デイタムがゴールイン、続くは3番、8番、6番か。水沢第2レース、各馬揃ってスタートが切られました。3番パンプキンズが前に行きます。2番手は6番ティーライトニング、10番富士山入札か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番グラスピレ、その後には6番ティーライトニングと3番パンプキンズが続きます。7番ロジフェーブルが先頭に立つか、先頭か。7番ロジフェーブルが1着見事、続くは9番、1番、10番か。水沢第3レース、各馬ゲートイン完了。さあスタートしました。まずは4番当選ローラが好スタートを切った。その後ろには9番きっかけ、7番マイネルチェストか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番当選ローラ、その後には9番きっかけと7番マイネルチェストが続きます。9番きっかけが追い上げてくる、追い抜くか。9番きっかけが1着見事、続くは7番、1番、8番か。水沢第4レース、各馬揃ってスタートが切られました。先頭を走るは6番アレプリュロアン、並ぶように8番ローグネーション、5番空間。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ローグネーション、その後には6番アレプリュロアンと5番空が続きます。8
8番ローグネーションそのままにできれるか、独走か。8番ローグネーションがゴールイン、続くは7番、9番、3番か。水沢第5レース、さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。先頭を走るは6番イディオム。6番イディオムの背後には5番パームアイル、3番豊漁クリスタルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番イディオム。その後には3番豊漁クリスタルと5番パームアイルが続きます。6番イディオムそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。6番イディオムがゴールイン。続くは7番、8番、5番か。水沢第6レース。さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。先頭を走るは3番アイノパスレル。並ぶように8番カマラードマリ、1番ペインキトブルーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番カマラードマリ。その後には3番アイノパスレルと1番ペインキトブルーが続きます。1番ペインキトブルーが後ろから追ってくる、追い抜くか。1番ペインキトブルーがゴールイン。続くは3番、4番、7番か。水沢第7レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。まずは7番レフトフィールダーが先頭に立ちます。後を追うのは12番フレデリック、1番ロンギングソードか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番レフトフィールダー。その後には11番プリズムスペクトルと12番フレデリックが続きます。11番プリズムスペクトルそのまま逃げ切れるか、独走か。11番プリズムスペクトルが1着見事。続くは7番。水沢第8レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。7番デュバルストリートが早速先頭を取る。その後ろには1番クラスエイバー、10番 TS フェアリカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番 TS フェアリ。その後には12番マルケイフォルテと11番エナジーフォルテが続きます。12番マルケイフォルテが追い上げてくる、追い抜くか。12番マルケイフォルテがゴールイン。続くは3番、6番、10番か。水沢第9レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。10番インプリンツが前に行きます。10番インプリンツの背後には1番ベルフラカン、6番ヤマニンレステルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番インプリンツ。その後には8番ビヨンドザドリームと6番ヤマニンレステルが続きます。8番ビヨンドザドリームが先頭に立つか、先頭か。8番ビヨンドザドリームがゴールイン。続くは7番、3番。水沢第10レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。6番レクレールドパリが前に行きます。2番手は3番マルティジャナーレ、8番ネオネオモッツか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番マルティジャナーレ、その後には10番プレザントロンドンと6番レクレールドパリが続きます。5番ホーリーバジルが追い上げてくる、追い抜くか。5番ホーリーバジルがゴールイン。続くは3番、10番、9番か。水沢第11レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。まずは10番クレーンロケットが好スタートを切った。並ぶように7番サッチモ、2番アントウェルペンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ネイチャーミヤビ。その後には10番クレーンロケットと7番サッチモが続きます。9番ネイチャーミヤビそのまま独走か。独走か。9番ネイチャーミヤビがゴールイン。続くは10番、1番、11番か。水沢第12レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。2番ピシュマニエが早速先頭を取る。並ぶように8番レディブラウン、6番ピラブロスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ピラブロス。その後には8番レディブラウンと2番ピシュマニエが続きます。4番マイグレーションが先頭に立つか、追い抜くか。4番マイグレーションがゴールイン。続くは6番、5番、8番か。大井第1レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。まずは5番ワタミフラッシュが先頭に立ちます。5番ワタミフラッシュの背後には14番トゥザコスモ、11番イクノオリンピアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ワタミフラッシュ。その後には14番トゥザコスモと9番ジョシュアが続きます。14番トゥザコスモが後ろから追ってくる、追い抜くか。14番トゥザコスモが1着見事。続くは1番、12。大井第2レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。3番シューニカが早速先頭を取る。
並ぶように6番フォーエバースター、2番ブラックビーナスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番シュニカ、その後には6番フォーエバースターと2番ブラックビーナスが続きます。12番ピエールミシガンが後ろから追ってくる、追い抜くか。12番ピエールミシガンが1着見事、続くは3番6番13番か。大井第3レースゲート入り完了。さあスタートしました。まずは9番ビッグヒップルーフが先頭に立ちます。2番手は11番新藤武史、1番一目散か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ビッグヒップルーフ、その後には3番ゴールデンナイトと2番ブレストサンダーが続きます。7番トランセンデンタルが後ろから追ってくる、追い抜くか。7番トランセンデンタルが1着見事、続くは3番9番。大井第4レース、さあ舞台は整いました。さあスタートです。まずは9番バクシーシが先頭に立ちます。並ぶように8番クアディストリ、3番ビクロイか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番バクシーシ、その後には3番ビクロイと8番クアディストリーが続きます。5番シャープムスタングが後ろから追ってくる、追い抜くか。5番シャープムスタングが1着見事、続くは3番11番9番か。大井第5レース各馬ゲートイン完了。スタートが切られました。先頭を走るは4番クリスプオブオ、並ぶように11番キアキア、5番セブンウォーカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番クリスプオブオ、その後には11番キアキアと5番セブンウォーが続きます。6番ゼラスエフォーツが後ろから追ってくる、先頭か。6番ゼラスエフォーツがゴールイン、続くは10番5番3番か。大井第6レースゲート入り完了。さあスタートです。先頭を走るは5番シフノス、並ぶように4番ベラグエリエロ、7番マイネルボンバーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番シフノス、その後には7番マイネルボンバーと2番ロンギングタイムが続きます。5番シフノスそのまま逃げ切れるか、独走か。5番シフノスがゴールイン、続くは8番2番7番か。大井第7レース各馬ゲートイン完了。さあスタートです。先頭を走るは5番レイズユアリミット、後を追うのは3番プレストバローズ、6番エスプリリチャードか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番エスプリリチャード、その後には5番レイズユアリミットと3番プレストバローズが続きます。6番エスプリリチャードそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。6番エスプリリチャードが1着見事、続くは8番3番4番。大井第8レース枠入り完了しました。さあスタートしました。まずは9番フォーモサルビーが好スタートを切った。9番フォーモサルビーの背後には13番ホワイトシャーク、4番メイプルリーフラグか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番サイ&コ、その後には8番グランモールと9番フォーモサルビーが続きます。7番サイ&コーそのまま独走か、逃げ切れるか。7番サイ&コーがゴールイン、続くは大井第9レース各馬ゲートイン完了。さあスタートです。まずは4番サポーズドテキルが好スタートを切った。2番手は5番シスターアクト、3番マイビーンズか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番シスターアクト、その後には4番サポーズドテキルと3番マイビーンズが続きます。5番シスターアクトそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。5番シスターアクトがゴールイン、続くは6番1番7番か。大井第10レース各馬揃って、スタートが切られました。まずは3番ノンロムが好スタートを切った。3番ノンロムの背後には5番タイシロンブレード、2番シトラスダルカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ノンロム、その後には5番タイシロンブレードと2番シトラスダルが続きます。4番ラストサムライが追い上げてくる、追い抜くか。4番ラストサムライがゴールイン、続くは7番8番2番か。大井第11レースゲート入り完了。スタートが切られました。先頭を走るは3番レッドソルダード、2番手は6番ヒーローコール、5番乱領王か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ヒーローコール、その後には5番乱領王と8番マンダリンヒーローが続きます。8番マンダリンヒーローが追い上げてくる、先頭か。8番マンダリンヒーローが1着見事、
続くは6番、2番、12番か。大井第12レース、さあ舞台は整いました。さあスタートです。先頭を走るは3番ゴールデン吉野、2番手は4番花の歌、1番クラウンシューターか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ゴールデン吉野、その後には5番ゴールドジャッジと1番クラウンシューターが続きます。5番ゴールドジャッジそのまま独走か、独走か。5番ゴールドジャッジがゴールイン。続くは7番、3番、9番か。金沢第1レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。先頭を走るは4番メロディーダンサー。後を追うのは3番バージンエスパー、1番ベネラリアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番メロディーダンサー。その後には3番バージンエスパーと8番湘南ラッシュが続きます。8番湘南ラッシュが追い上げてくる。先頭か。8番湘南ラッシュが1着見事。続くは4番、2番、10番か。金沢第2レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。先頭を走るは5番ホットチョコ。その後ろには3番新前松田、7番マーニカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ビーチブルース。その後には7番マーニと3番新前松田が続きます。7番マーニそのまま独走か、独走か。7番マーニが1着見事。続くは4番、1番、3番か。金沢第3レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。8番ケビンズクロスが早速先頭を取る。8番ケビンズクロスの背後には4番キラアルジュ、9番マイベリテカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ケビンズクロス、その後には4番キラアルジュと9番マイベリテが続きます。7番ブランディングが後ろから追ってくる。先頭か。7番ブランディングが1着見事。続くは5番、9番、8番か。金沢第4レース、ゲート入り完了。さあスタートです。2番キャッチクライが前に行きます。後を追うのは1番オールマイフレンズ、5番スイートイレブンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番キャッチクライ、その後には1番オールマイフレンズと4番キャリアウーマンが続きます。7番ジュニースターが追い上げてくる。追い抜くか。7番ジュニースターが1着見事。続くは2番、4番、1番か。金沢第5レース、各馬、ゲートイン完了。さあスタートです。5番ミーチポジティブが早速先頭を取る。後を追うのは6番マルジェントステラ、8番シュマンドロアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ミーチポジティブ、その後には6番マルジェントステラと2番ピエドラギーラが続きます。5番ミーチポジティブそのまま逃げ切れるか、独走か。5番ミーチポジティブがゴールイン。続くは2番、6番、1番か。金沢第6レース、枠入り完了しました。さあスタートしました。まずは2番交換日記が先頭に立ちます。2番手は7番デルマスソバライ、8番ルリフラワーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番デルマスソバライ、その後には2番交換日記と1番グラシアーノが続きます。7番デルマスソバライそのまま独走か、独走か。7番デルマスソバライがゴールイン。続くは3番、1番、5番か。金沢第7レース、さあ舞台は整いました。スタートが切られました。まずは3番ユーバーウィンデンが先頭に立ちます。並ぶように6番ブレイクポイント、1番サフランルーラーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ユーバーウィンデン、その後には7番インバーシティングと4番ディスモーメントが続きます。3番ユーバーウィンデンそのまま独走か、独走か。3番ユーバーウィンデンが1着見事。続くは8番、7番。金沢第8レース、枠入り完了しました。さあスタートです。まずは8番イサムサンカが先頭に立ちます。8番イサムサンカの背後には7番ノールック、3番ミューノステルスカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番イサムサンカ、その後には7番ノールックと1番コスモノートが続きます。8番イサムサンカそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。8番イサムサンカが1着見事。続くは9番、1番。金沢第9レース、ゲート入り完了。さあスタートです。7番プレミアマインが前に行きます。後を追うのは2番青いダリア、8番ピンクフィップガールか。
レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番プレミアマイン、その後には2番アオイダリアと4番ウィンペルセが続きます。10番ファームフレッシュが後ろから追ってくる先頭か。10番ファームフレッシュが1着見事、続くは4番、2番、7番か。金沢第10レース枠入り完了しました。スタートを切りました。まずは2番アンダーレが好スタートを切った。その後ろには3番ガンブーツダンス、11番ブーゲンビリアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ガンブーツダンス、その後には9番ラマジと2番アンダーレが続きます。6番セイグッドバイが先頭に立つか。先頭か。6番セイグッドバイが1着見事、続くは5番、9番、3番か。金沢第11レース各馬揃ってスタートを切りました。4番白山アマゾネスが早速先頭を取る。後を追うのは5番踏み立つティンクル、6番ガムランか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番白山アマゾネス、その後には6番ガムランと3番フォルベルールが続きます。2番パディオアヘッドが先頭に立つか。先頭か。2番パディオアヘッドが1着見事、続くは1番、4番、3番か。名古屋第1レース枠入り完了しました。スタートが切られました。まずは3番希望の足立が先頭に立ちます。3番希望の足立の背後には5番グレートロード、11番アビトレーションか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番希望の足立、その後には5番グレートロードと4番カパリルアが続きます。9番ハギノセフィーラが後ろから追ってくる先頭か。9番ハギノセフィーラが1着見事、続くは3番。名古屋第2レースゲート入り完了。スタートを切りました。まずは5番ワルマセラフが好スタートを切った。5番ワルマセラフの背後には1番キャロリン、2番ビクトリーキャッチか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ワルマセラフ、その後には2番ビクトリーキャッチと1番キャロリンが続きます。5番ワルマセラフそのまま独走か。独走か。5番ワルマセラフがゴールイン、続くは9番、11番、4番か。名古屋第3レース各馬ゲートイン完了。スタートを切りました。まずは8番トミユリスが先頭に立ちます。その後ろには6番ピリカルキナ、10番帝王エンゲルスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番トミユリス、その後には6番ピリカルキナと10番帝王エンゲルスが続きます。6番ピリカルキナが後ろから追ってくる、追い抜くか。6番ピリカルキナが1着見事、続くは8番、9番、1番か。名古屋第4レース枠入り完了しました。スタートを切りました。まずは7番エイシンゼータが好スタートを切った。並ぶように12番北野に寄る、4番ウィンシャルマンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番エイシンゼータ、その後には4番ウィンシャルマンと11番グレートアクターが続きます。4番ウィンシャルマンが追い上げてくる先頭か。4番ウィンシャルマンが1着見事、続くは2番、9番、8番か。名古屋第5レース各馬ゲートイン完了。さあスタートしました。まずは2番ポロネーズが先頭に立ちます。2番ポロネーズの背後には6番アップモンスター、3番エイはキャントレーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番ポロネーズ、その後には3番エイはキャントレーと6番アップモンスターが続きます。2番ポロネーズそのまま逃げ切れるか。逃げ切れるか。2番ポロネーズが1着見事、続くは9番、1番、7番。名古屋第6レースゲート入り完了。さあスタートです。先頭を走るは5番キムケンハッピー。5番キムケンハッピーの背後には10番ラジカルバローズ、7番ワンダフルスパートか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番カルテメトレス、その後には10番ラジカルバローズと5番キムケンハッピーが続きます。6番ウィンライズが後ろから追ってくる先頭か。6番ウィンライズが1着見事、続くは8番、2番、9番。名古屋第7レース各馬ゲートイン完了。スタートが切られました。10番フォルトシュリットが前に行きます。2番手は11番テイエムのジギク、5番とケンタカハールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番テイエムのジギク、その後には10番フォルトシュリットと5番とケンタカハールが続きます。11番テイエムのジギクそのまま逃げ切れるか。逃げ切れるか。11番テイエムのジギクがゴールイン、続くは5番、1番、2。
名古屋第8レース各馬揃って、さあスタートしました。12番ラビンローゼスが早速先頭を取る。12番ラビンローゼスの背後には9番ヤモリ集まれ、8番ラストフロンティアカップ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番エスメラルドエクラ、その後には4番ハチャトリアンと12番ラビンローゼスが続きます。7番ベアサクシードが後ろから追ってくる、追い抜くか。7番ベアサクシードが1着見事。続くは9番名古屋第9レース各馬揃って、さあスタートです。先頭を走るは12番タイクーンバゴ、後を追うのは1番ビッグベッター、10番エイシャーカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番タイクーンバゴ、その後には2番スタローンと1番ビッグベッターが続きます。11番ハスの実が追い上げてくる、先頭か。11番ハスの実がゴールイン。続くは4番、5番、9番か。名古屋第10レース各馬揃って、スタートが切られました。11番マナザートゥルースが早速先頭を取る。11番マナザートゥルースの背後には1番トランセンデンス、4番ヒストリーメイカーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番マナザートゥルース、その後には1番トランセンデンスと7番レッドブロンクスが続きます。9番ワルバーシャが追い上げてくる、先頭か。9番ワルバーシャが1着見事。続くは6番、5番。名古屋第11レース、さあ舞台は整いました。さあスタートです。1番セブンカラーズが早速先頭を取る。1番セブンカラーズの背後には4番インペリシャブル、2番トランスナショナルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番セブンカラーズ、その後には2番トランスナショナルと4番インペリシャブルが続きます。1番セブンカラーズそのまま独走か、逃げ切れるか。1番セブンカラーズがゴールイン。続くは5番、7番。名古屋第12レース枠入り完了しました。さあスタートです。12番マルトクローレルが前に行きます。12番マルトクローレルの背後には5番コチョウ、9番ウィンフェーデか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番コチョウ、その後には12番マルトクローレルと2番ミストラルインドが続きます。9番ウィンフェーデが先頭に立つか、追い抜くか。9番ウィンフェーデがゴールイン。続くは4番、3番、10番か。園田第1レース、さあ舞台は整いました。スタートを切りました。まずは10番フーレイが好スタートを切った。後を追うのは8番ニューアンドリーム、1番マタギか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番フーレイ、その後には1番マタギと8番ニューアンドリームが続きます。3番スプランディットが追い上げてくる、先頭か。3番スプランディットが1着見事。続くは10番、8番、7番か。園田第2レース各馬揃って、さあスタートしました。まずは6番スナークステージが好スタートを切った。6番スナークステージの背後には4番メイクアラッシュ、10番ルシエンテか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番スナークステージ、その後には10番ルシエンテと9番ライトグラーブが続きます。5番ワンダースパインが後ろから追ってくる、先頭か。5番ワンダースパインがゴールイン。続くは12番、3番。園田第3レース各馬揃って、スタートを切りました。3番グラスビガーが前に行きます。その後ろには6番ラブカレン、9番マスターウンデッドか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番グラスビガー、その後には11番ギャランと6番ラブカレンが続きます。11番ギャランが先頭に立つか、先頭か。11番ギャランがゴールイン。続くは6番、4番、9番か。園田第4レース各馬ゲートイン完了。スタートを切りました。まずは4番巡洋が好スタートを切った。その後ろには10番夢恋、3番モンシャトールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番巡洋、その後には11番玉もメガジョッキと10番夢恋が続きます。11番玉もメガジョッキが先頭に立つか、先頭か。11番玉もメガジョッキがゴールイン。続くは3番、10番、8番か。園田第5レース各馬ゲートイン完了。さあスタートしました。まずは9番テクノエクスプレスが先頭に立ちます。9番テクノエクスプレスの背後には10番シリアスヒッター、2番スマートシエルか。
レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番テクノエクスプレス、その後には10番シリアスヒッターと4番カムバルアタが続きます。9番テクノエクスプレス、そのまま独走か。9番テクノエクスプレスが1着見事。続く園田第6レース。さあ舞台は整いました。さあスタートです。2番ラビアンブーケが早速先頭を取る。その後ろには3番上昇タイプ、7番ロイヤルデバイサーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ロイヤルデバイサー、その後には6番ダノンクックと3番上昇タイプが続きます。4番オメガモーニングが追い上げてくる。先頭か。4番オメガモーニングが1着見事。続くは6番、3番、10番。園田第7レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。まずは1番ヤングブラッドが好スタートを切った。並ぶように10番スッカ、5番勝ってみるか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ヤングブラッド、その後には2番ラチツヤと10番スッカが続きます。1番ヤングブラッド、そのまま独走か、逃げ切れるか。1番ヤングブラッドがゴールイン。続くは10番、2番、3番か。園田第8レース、各馬ゲートイン完了。さあスタートしました。先頭を走るは3番クリノチャンプ、後を追うのは6番ラント、7番ミコト、ドテールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ラント、その後には3番クリノチャンプと4番マリノフォルテシモが続きます。6番ラント、そのまま逃げ切れるか、独走か。6番ラントが1着見事。続くは4番、5番、3番か。園田第9レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。先頭を走るは1番ハンバーグハマー、2番手は7番ゼファーバローズ、6番成田サフランカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ハンバーグハマー、その後には7番ゼファーバローズと9番名将ウナバラが続きます。9番名将ウナバラが後ろから追ってくる。先頭か。9番名将ウナバラがゴールイン。続くは7番、6番、4番か。園田第10レース、各馬揃って。さあスタートです。5番福のユリディズが前に行きます。並ぶように10番吉野たる前、8番セイブロッケンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番吉野たる前、その後には5番福のユリディズと9番名将宝泉が続きます。5番福のユリディズが後ろから追ってくる。先頭か。5番福のユリディズがゴールイン。続くは10番、3番、4番か。園田第11レース、さあ舞台は整いました。さあスタートです。まずは6番ネネが先頭に立ちます。その後ろには2番シュネルクイーン、4番モーショーカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番シュネルクイーン、その後には6番ネネと7番はイズオーバーが続きます。2番シュネルクイーン、そのまま逃げ切れるか。2番シュネルクイーンがゴールイン。続くは7番、6番、1番か。園田第12レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。先頭を走るは8番リゴート。2番手は5番ジャンマギアーナ、4番クルゼイロか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ハッピーイエロー、その後には4番クルゼイロと8番リゴートが続きます。9番ハッピーイエロー、そのまま逃げ切れるか、独走か。9番ハッピーイエローが1着見事。続くは5番、3番、8番か。